ハーマン・グローマンはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1904年に開催されたセントルイスオリンピックに出場して400メートル競争で銅メダルを獲得した。グローマンはドイツからの移民の家系に生まれた。父と祖父は医者で、グローマンも医者を目指してイエール大学に入学した。陸上選手としては 彼は400メートル競争を得意とした。セントルイスオリンピックでは400メートル競争は予選なしの決勝レースのみで行われた。このレースでは表彰台のみならず6位までをアメリカの選手が独占する結果となった。イエール大学を卒業した後、彼はラッシュ医科大学に通って1907年に医学博士号を取得した。 インディアナ州のハモンドで彼は開業したが、同時に、地元の問題に、積極的に関わり、いくつかの企業の取締役の座にもついたという。アスレチックスアットザ1904ストリート、ルイスサマーゲームズ、メンズ400メトラサーカイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。